はい、今日はですねこちら2台の、マルチエフェクターの比較をしていきたいと思います。右側が、新商品の、Zoom G2-4 ですね。はい、ではまずこちらの電源を入れていきます。はい、こんな感じでねちょっとこう電源入れるときにプツっていう音がアンプから出ちゃいますんでね、ここは注意が必要です。で、Please Select Output っていうのがねまず最初に出てきます。これはとても大事で、このアウトプットからどこにつなげていますかっていうことですよね。これがアンプなのかラインなのかで出音が変わってきちゃうんですね。だから正しく今日はアンプにつなげていますのでアンプで、で決定ボタンですね。で、プリセットが出てくると、 G2-4 の、素晴らしいところとしてはまずここにねギターのマークがあるので、こうギターどこに刺すかなっていう時に迷わず刺せる。アウトプットもここに L って書いてあるので迷わず刺せるんですね。 NUX の方はそういうのがないのでちょっといちいち裏側を見なきゃいけないっていうところはちょっといまいちかなっていう感じはしますけど、こちらそういうふうにとてもこうユーザーに配慮されたデザインになっていると。あと、こちらとてもいいのがここに3つのプリセットをストックできるんですよね。でそれでその中からどれを選ぶかっていうのをね踏んで決めることができる。だから例えばこの006から004へ飛ぶなんていうこともできるんですね。でこちらはちょっとペダルがねこう踏むとこ2個しかないので、6から4に行きたいときはトントンってこう2回押さなきゃいけないっていうね、そういう制約があります。これはよく考えられてますね。はい、でちょっと音を出してみたいと思います。こんな風にね最初から並んでいるんですけどペダルがね、これちょっと今日は絞っていきたいなと思いますので、コンプレッサー、どうしようかな。まずチューブスクリーマー比較をしたいと思います。チューブスクリーマーで、ちょっとガチンコ勝負というかですね、ですのでどうやるの、これねちょっと迷うんですよね。マニュアルがなくても使えるようにっていう設計の割にはちょっと迷いますね。あ、違う違う、戻っちゃうんだね。だからこれを変えたいときはこうですね、これで、チューブスクリーマーを探すんですよね。で今この縦の列はコンプレッサーになってるので横に移動して、ここフィルターの列です。でここがドライブ系のペダルのねやつですね。ゴールドドライブ、スイートなんとかだね、全ドライブ、結構おなじみのものがいっぱいあります。この中からこれです、 TS ドライブ、これに決めます。で他のものはいらないので、戻るときは後悔、なんか戻ったね。でこれでこれとこれはいりませんっていう風にやって、他になんかつながってないかな、つながってないね、ですのでこれで OK と、 TS ドライブのみがつながっています。ちょっと音を出してみましょうかね。ちなみに今日つながっているのは、普通のストラト、アッシュボディ、メープルネックのタイプですね。ですね、結構かっこいい感じではありますね。ちょっとパラメータをいじってみますと、ゲインをもうちょっと上げてみますか。ゲインを100、
ね、こんなぐらいでどうでしょう。うん、ああいいですね、でさらにブーストちょっとオンにしてみましょう。とってもこうなんかね、飽和感のあるチューブスクリーマーね、その名のごとく真空管を飽和させたかのようなジューシーな歪みですよね。はい、大体わかりました。ということで、じゃあ次は NUX の方に切り替えてみたいと思います。はい、つなぎました。でこちらはですね、エディットするときはエディットボタンがあるんですよね。で、ここにね、まあ、カラー液晶いいですよね。カラー液晶ね、ズームに頑張ってほしかったのはちょっとぜひカラー液晶にしてほしかったね。それだけでだいぶこう印象変わるんですよね。もうなんかすごく高級感ありますよね、カラーになるだけでね。でこれで、最初はマーシャルのキャビかなんか入っちゃってるので、これを消したい。消すときはどうするかっていうと、こちらだと、あ、これのね、これのオンオフでこう消したりつけたりできたんですけど、これはね、左へ全回しするとなしにできるんですよね。で今どこのポジションにいるかっていうのも結構わかりやすくてね、今はアンプシミュレーターで EQ もオフにしたいので隣に行って、オフになりました。でノイズリダクションもオフにして、リバーブもオフですね。で、あ、これか、これをここをちょっと回していくと、ほらこんな感じで出ました、チューブスクリーマー、これですね。ちょっと音出してみます。はい、って言うんですかね、ちょっともうちょっとね、ドライブ上げてみますか。はい、こんな感じで、はい、やっぱりドライブ上げるとね、結構いい、チューブのね飽和感が出てくるかなと思います。うん、いいです。はい、ということで、どうしようかな。あ、そうね、これターボモードがないっていうねのも大きな違いですね。これでもうドライブマックスなんでね、ズームの方がちょっと幅広く、チューブスクリーマーに関しては音を作れたかなっていう気はします。はい、じゃあちょっと次はアンプシミュレーターの比較をしてみたいと思います。これじゃあ切って、アンプでこれでやっぱマーシャルいいですよね。マーシャルね、マーシャルにするにはどうするんだ。これですね、ブリッド800、じゃあこれのちょっと音出してみますね。いやー、すごくなんかエッジの立った音ですよね。ゲインを上げます。はい、
という感じでね、やっぱマックスにするとそのドライブ感非常にこうかっこよく出てきますよね。これがプレゼンスですよね。ん？プレゼンスなのかな。今かなりプレゼンスが下がっていった。上げると、はい、こんな感じでプレゼンスを上げると、確かに高音は出てくるんですけど、まあ、すごいよくできてるなと思うのが、あんまりこう耳に痛い帯域がこう出てこないっていうんですかね、割とマルチのこう高音のトレブルの設定って上げると、うわ痛みたいなね、耳にこうつんざくような音になりがちなんですけど、これは結構マックスまで上げてもなんかいい意味で高音がしっかり出てくれるっていうね、とてもなんかよく考えられてるというか素晴らしいですよね。はい、そんな気がしました。原因を下げても使えるしね。いや、原因を下げるとちょっと牢痩せがすごいな。こんなもんだっけかな。まあどうなんでしょうね。はい、ちょっとやっぱ低音もうちょっと出てほしいかなっていう気はしますけど、はい、じゃあちょっとねズームの方に切り替えてみようかなと思います。はい、じゃあこちらをアンプシミュレーターにしましょう。アンプシミュレーターにするには上下ですね、これでボンバーじゃないな、あ、はいはい、わかりました。これね、アンプシミュレーターを二重でかけないように、ここにもうアンプシミュレーターがね入ってますよっていうことなので、こっちやこっちだともう選べないんですよね。ですのでこれをオフにしてずらして、このアンプシミュレーターを、違う、上下だね、上下で決めると、これだ、はい、 MS800 これですね。はい、これ聞いてんのかってくらい歪まないですね。ちょっとこんなもんだっけ。ああ、そうかそうかそうか、これはダメですね。このランプが光ってないということはオンになってないってことですね。だから一回戻って、これだ、真ん中の2をオンにする。はい、でもう一回これで上でいいのかな。はい、なるほどなるほど、そうですね、やっぱなんだろうな、ちょっとこう広域の癖がマルチっぽいかなっていう、デジタルっぽいかなって感じはしますけどね。インプットハイ、インプットハイでゲインがここにあるんですね。これゲインマックスみたいですね。出方が全然違うなと。こちらの方がこうズンズンきますよね。いやー、こっちの方がいいんじゃない、わかんないけど、この辺好みなんでね、もう何ともなんですけど、
ちょっとじゃあプレゼンス上げていってみましょう。下げます。ゼロ。ちょっと待ってください、聞いてます？これ聞いてるんでしょうね。これで100です。でゼロ。いやー、わかんないっすね。これはどういうことだ。まあまあいいか。まあパラメーターもやっぱり多くてね、やっぱちゃんとローミッドハイプレゼンスが選べるっていうのはいいですよね。こっちもうちょっとパラメーター少なかった気がするので。なるほどなるほど。いやいやいや、 G2 なかなかいいですね。じゃあちょっと他のものも試してみましょうかね。何を試そうかな。ねえ、フェンダー系のアンプシミュレーターとかも試したいんですが、ちょっとねあんまりいろいろやってもあれなので、どうしよう。これねやっぱ操作に迷うんですよね。こうかで、あ、はい、いいですね。でアンプシミュレーターをやめて、リバーブとかやってみましょうかね。スプリングリバーブ。スプリングリバーブの特徴として、こう水が跳ねるようなね、なかなかいいですよね。とても綺麗な音になってるかな。じゃあこっちでねスプリングリバーブやってみたいと思います。はい、エディットからの、アンプシミュレーターをオフにしまして、あ、これはオートセーブがないんでね、あの本当に最初の設定に戻っちゃうんですね。はい、今リバーブになってますが、ちょっと小さくて、見えにくいと思うんですけど、今ルームリバーブになってますので、スプリングあったかな。これホールリバーブですね。プレートリバーブ。プレートっていうのはまたスプリングとは違くて、プレートね、プレートの揺らぎをリバーブにしてる感じの昔のやつですね。あ、ありました、スプリング。ちょっとじゃあ音出してみますね。いかがでしょうか。あくまでね僕の印象なんですけど、 G2 の方がスプリングらしいピチャピチャ感が出てたかなと思いますね。まあここはねやっぱあの判断に皆さんにお任せしますけど、個人的にはそんな印象ですね。なるほど。けどこちらのスプリングリバーブも高音がとても伸びがいいというか、
そうですね、そんな感じでとてもこれは使える音じゃないかなと思いました。はい、あとは何を試しましょうかね。ちょっと見てってみましょう。とりあえずこのね、普通っぽいコーラス、クラシックコーラスをちょっと試してみようかなと思います。こんな感じですね。とってもクリーンでね、使いやすい音じゃないかなと思います。じゃあズームの方見てみましょう。多分これですかね、このステレオコーラスっていうのが、まあ、標準的なコーラスなのかなと思いますので、これでちょっと試してみたいと思います。ですよね。まあ、甲乙つけがたいですね、やっぱね。操作感もね、そんなに差はない気はします。うん、なるほど。まあコーラスだとやっぱり差は出にくいのかなっていうとこですかね。あとやっぱり何ですかね、こうやっぱアンプシミュレーションで勝負すべきなんでしょうか。はい、じゃあどうしましょう。フェンダー系いってみますか。フェンダー系のなんかアンプですので、どうしてもここを押したくなっちゃうんだけど、変えるときは上下なんですよね。これでアンプシュミュレーターを探す。はい、ありました。でマーシャルじゃなくて、ベースマン、ツインリバーブ、はい、ツインリバーブでいってみましょうかね。うんうんうん。で、ゲインをちょっと上げていってみましょうか。感出てますよね。いいんじゃないでしょうかね。じゃあちょっとね、NUX を変えてみようと思います。はい、ツインリバーブというか
なんでしょうね、バイブロッキング、まあ、フェンダー系のものではあるので、ちょっとこちらでやってみようと思いますね。さあ、こっちはまあフェンダーね、こっちは今ツインリバーブで、こっちはそのバイブロキングっていう、まあ、違いはあるんですけど、こちらのなんていうか、このアタック感、割とあの真空管のアンプってアタック感が強く出るようなイメージあるんですけど、それがすごくなんか再現されてるような印象ですね。粒立ちがいいというかね。いいですよね、いいですね。あ、でね、これそうなんですよ、こちらのアンプシミュレーターのすごいところは、これ今アンプがね、バイブロキングですかになってるんですがね、バイブロキングになってるんですけど、これで隣に行きますとね、こんな感じで、あー、ちょっと待って、はい、これで、あのマイクを選べるんですよね。あ、マイクどころじゃなくてキャビネットも選べるっていうね。いや、ここでもだいぶ変わりますよね。だからフェンダーのまあアンプに、何ですか、今ブリッド212のキャビネットをつないでるみたいな、まあ、そんな設定もできて、で今マイクは SH57 って書いてあるんでね、シュアのまあ57が立ってますよっていうことなんですよね。実際今アンプの前に立ってるのはゼンハイザーの E906 っていうマイクなんですけど、マイク2回通してるみたいな感じにはなっちゃうんですけど、まあ、そういうなんていうか、すごいですよね、これそこまでいじれるんだっていう。ね、キャビネットいろいろ変えれるんですよね。アコギが出てきましたね。これはどういうこと？あ、これです。ここのつまみを回すとマイクを変えれますね。U87 ですよ。ノイマンの超高級マイク。で57、でアーカーゲイの C414、あ、けどここにあのダイナミック E906 っていうのもありますね。 57U87C414 で E906 ね、今まさにね、あのアンプの前に立ってるのが E906 なので、まあそれもなんかちょっとシミュレーションして もらってるというかね、うん、なんか二重で E906 立てちゃうみたいな感じになっちゃうんですけど、いやーすごいなこれ、楽しいわ。まあ、どうせならちょっとあんまり差出ないと思うんですけど、コンプレッサーとかも見てみますかね。
はい、ね、NUX の方のコンプレッサーはもうこの赤いやつだけです。いわゆるダイナコンプですね。ちょっとアンプをオフにしなきゃ。いや、いいですよ、すごく。ダイナコンプってもっとアタックが逃げるというか、もっとパチンパチンみたいな感じになるようなイメージではあるんですけど、しっかり聞いてますよね。とっても気持ちいい音出てます。はい、じゃあズーム G2-4 はどうでしょう。これですね、コンプレッサー、ラックコンプレッサー、グレイコンプレッサー。グレイコンプレッサーってなんかロスみたいな、ロスコンプみたいなやつですかね。ブラックオプティカルコンプレッサー。ブラックオプティカルコンプレッサーって何ですかね。1176、これはもうね、超定番の76コンプっていうスタジオのやつですよね。これかな、多分コンプレッサーってやつだと思いますんで、これちょっと試してみますね。とってもアタックがあれですよね、逃げますね。いや、これがそう、なんかダイナコンプっぽい感じはしますが、こっちはあんまりパラメータいじれなかったんですけど、これはいいですね。ちゃんとアタックがスロー、ファーストから選べるんですね。これファーストにするとあんまりアタックがパツパツしなくなるんですよね。結構パツパツしますね。なんでなんでしょうか。センスかな。まあパツパツしますよね。この MG300 の方がちょっとおかしいというか、あれはあのダイナコンプの挙動ではないですよね。でアタックを潰したいんであれば、やっぱこれじゃなくて76ですよね。76のリミッターで、はい、まあこんな感じですよね。とってもアタックがしっかり潰れてる。レシオ20:1。300の方がしっかりアタックは潰してましたよね。なんかまだちょっとこうアタックが出ちゃうかなっていう気はしますね。オプティカルコンプレッサーになるともっとねアタック遅くなっちゃうので、グレイコンプレッサーどうなんでしょう。これがなんか近いかな。とってもなんか潰れますね。つとまだアタック出ますね。あれなんか、あ、どうなんだろう。いや、アタック全然出てもいいんですけど、
全然いいんですけどね。むしろギターの場合アタック出た方がね、しっかりこうなんていうかね、グルーブというか出せるような気はするので、ちょっともう一回コンプNUX 試してみます。いや全然なんだ、アタック早いですよね、潰れますよね。潰しすぎてね、スローアタックみたいな感じにすることもできますね。いやーなんだろうね、もうコンプレッサーとしての性能っていう点ではこちらのね NUX の方がなんか勝ってるけど、勝ってるんだけど、G2 のいろいろ選べる楽しさね、まあアタックはどうしても逃げるんですけど、だからベースとかにはね、まあベース用ではないんですけど、うん、まあそんな感じ。まあこれ好み分かれるんだけどね、自分がはあどっち使うかって言ったら、まあこれは難しい。まあ、両方いいですね、なかなかこう総括するのが難しいところですね。両方ともとても、とてもいいペダルだと思いますね。よくできてます、はい、で値段は MG300 の方がまあちょっと安いですよね。でしかもペダルついてるっていうのも大きいですよね。これでワウもいけちゃう。これもペダル付きタイプはね出てるんですけど、まあ、もうちょっと値段も上がっちゃうんですけどね。あとこのねディスプレイが、まあ、サイズは大きくていいんですけどね、まあ、白黒カラーを見ちゃうとどうしてもね白黒がちょっと物足りなく感じられちゃうっていうのはありますね。でこちらは操作に迷うことが、まあ、まずないっていうのはとても、もうこのこれだけですっていう順番がもう決められてるんですよね。順番が決められてる。もう最初にコンプ来て、アンプ、イコライザー、ノイズリダクション、モジュレーション、リバーブみたいなね、この順序変えようと思っても、まあ多分変えられないと思うんですよ。でこちらはいくらでも順序を変えられる。でも一番最初にリバーブを持ってくるなんていうね、まあそういうことやる人あまりいないと思うんですけど、そういうこう変則的なつなぎ方もできるっていうのと、まあ、あとやっぱりこのプリセットに戻った時にいきなり1番から3番に行ったり、2番1番に行ったり、あとこうペダルモードにして、でここに歪みなんてやってね、歪み2個並べて、こっちをちょっとブースター的に使ってこちらをドライブさせるとか、まあそういったこともできるのがやっぱりこの楽しさですよね。まあ、設計の思想がまあ全然違うなっていう感じはしますね。で音質はやっぱりこの NUX のこうすっきりとしつつ、ダイナミクスを非常にこうしっかり出してくれて、歪みも上質、なんか上質なんですよね。あんまり下品なところがないというか。でこちらはやっぱりちょっと品の悪さも感じさせつつも、決めるところをしっかり決めるというか、その荒々しさが欲しい時にちゃんと答えてくれるっていう、部分もありますかね。まあこれは
とってもこうシビアなチョイス、どっちを買うかってなった時にね、自分だったらそうですね、ライブで使うってなると、なんていうかね、こうこっちは事故がちょっと起きやすいかなみたいな気はしていて、この選び方もちょっとね、自分はまだちょっと馴染めないんですけど、これはもう、あ、もうこっちはね、自由度が高い分事故を起こしやすい、こっちはもう自由度がほぼないので、もう事故が起きにくい、もういろいろ自分の可能性試したいっていうならこっちの方がいいかもしれないんですけど、もうライブで使う信頼性とかだったらこっちのね、まあなんていうか、こうカチッとしたインターフェースデザインの魅力もありますよね。ただこっちのやっぱこの3ペダルでそれぞれオンオフにできるっていうね、こういう使い方ができるっていうのと、あとまあここに戻ってパッチをこうやって自在に1から3、3から1へ切り替えられるっていう、これは本当に魅力的でね、まあはい、そんな感じでございます。これも究極の選択になるかなと思いますが、しっかりね、皆さんも迷って、決めていただけたらと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。